ニコメさんいらっしゃいませ。はい。じゃあまず挨拶から。どうもこんばんは。底辺の王と書いて、帝王と呼ぶ、新帝王です。この時間は、深夜の部ということで、プレイステーション版の、機動戦士ガンダム、起源の野望、ジオンの系譜を、ほぼ初見ダメプリで行っています。あのマクオが6時間きっちりやったんだ。ね。帝王もできる。いや、それはそれでしょ。いや、だって僕だってもう6時間ね、トータルで今日やってるでしょ。まあ、ちょっといや。早くしろや。はい、4個目さんいらっしゃい。題して、ギレンの野望ごとき、ジオン国まとめて叩き潰す配信の、今日はその5をお送りいたします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、一緒に見ますよ。まあ、魔法ドラクエ7で6時間でスライムに会えず、はい、あら、まあ、すごいですね。頑張りますね、魔法さんも、うん、はい、ここめさんいらっしゃいませ。真面目か。真面目です。じゃあやっていきましょう。はい、21ターンまで進めたデータですね。うん、あの FF8 はすいませんでしたね。ちょっとあの明日ちょっとそのゴミを出す日ってことね、本当にちょっとね、あの8の配信始まる直前で思い出したんで、ちょっとね、さっきタンクしたんだから、うん、はい、今回は6時間やるよな。素人じゃないんだからよ。いや、素人です。わほ、はい、ファイナルファンタジー8はなんで早く終わったの？マグリカツオさんいらっしゃい。はい、あの、さっきあの、ちょっと、ね、あの、ちょっと、明日ちょっと、あのね、捨てるゴミがあったんで、ちょっと、その、捨てる準備をちょっとしなきゃいけなかったんで、ちょっと、あの、早く終わんなきゃいけなかったんで、ちょっとまだ全部ね、準備できてないですけど、まあ、あとちょっとやれば、うん、一応、うん、終わって捨てに行けるんで、まあ、なんとか、目処はつきましたんで、ありがとうございました。マフオハナー、毎回1万コメ中、9800コメがアンチコメの中、はいはい、2週間アクバーと戦い続けたんだぞ。よそはよそでしょ、うちはうちですから。トイレから戻ったら終わってたんで悲しかったです。山積みですね。いや、そんなこと言わないで。ね、まあ僕だって僕のね、事情があるんですから。あと1ターンなんですよね。本日の予定、開始1時間20分あたりでトイレ休憩入ります。はい、2時間あたりで眠くなってテンション落ちます。はい、2時間15分あたりで今日は終わりと言います。まあ絶対ないと思い切れませんが、まあどうでしょうね。そっか、生産ももうちょっと、ジム作ってるけど、間に合うかな。ね、言って、全然、ろくな期待がないんですが。読みが鋭すぎる。鋭いですかね。こっちはこっちでね、多分、あれしたらだし。あんまり、本当に戦力って呼べるものがありませんね。ミディアと、このところのこの米で笑った。なんすか街道を渡り、どゆこと山脈を登り、皆さんが城を目指せ。何ですかそれは面白いですね。なんすか街道を渡り、どゆこと山脈を渡り、皆さんが城、僕もどゆこととかね、たまに言ってるようなあれですからね。まあ、いや、とりあえず、今やれることないですよね、もう。こっから増援とか遅れませんよね。言って、いや、遅れる。20年前の帝王、働きたくないでござる。現在の帝王、あれ、テインポが見えない。何のことですか。大丈夫、大丈夫。ジムが量産されたら感動するぞ。本当ですか。あ、てか移動ができないんだ。制圧されてるっていうか、あれだから。そういうことか。じゃあ本当に各自でここで生産してしのぐしかないってこと。ねえ、本当まだヨーロッパがまともです、マシっていうかあれですけど、ヨーロッパだってね、部隊、まあキャノンとかいるけど、ガンキャノン3台がダメじゃないですか。これもうちょっとさすがに、ちょっと負けんじゃないですかね、やっぱり。帝王応援団行くぞー。テインテインテイン、はい、テインテインテイン、それテイン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 、ポコテイン。どうかな、その応援がね、実るといいんですが。はい、どうも、17コメさんいらっしゃい。はい、もうすでになんか詰み状態ですが、一つアドバイスいいかな。はい、まあ何でもいいですけど、はい、どうぞ、なんか役に立てるなら。はい、
どうぞ。もういいですよ。まあ極端なね、なんかあれじゃなければ。どこだ。北京か。どうでしょう、やっぱ応援来てるのかな、言って来てる来てる。でも他からは来てないから、でも5ターンってか5フェーズでちょっとこれを全部使わない宇宙用のユニットは廃棄すれば資源にできるよ、はい、あ、それはなんか、あ、昨日誰か他の人が言ってましたね。リスナー様に注意、過度なアドバイスは控えましょう。またタグ付けは自由ですが、ひどいのは NG にされます。生主に対しての応援、卑猥などは自由に言ってください。なんでですか、帝王的にって感じ読めるの。そんなに読めますよ、さすがに。そりゃ北京ぐらい読めなかったら、あ、ちょ、何、ちょっと、なんで作敵が失敗するの。まあ、ちょ、こっちはいいけど、あっちがあってちょっとずるくない。うん、いやー、でもきついかな。ちょっとこのターンはやめとこうか。もう、マジかよ、俺の知ってる帝王なら読めないはずやのに。そんなことないでしょ、さすがに。だってね、中国の首都ですよ、言って。俺がいるとみんな死ぬことになるんだ。自分の聞いた、もういい。まあこれまずいか。圧勝できるんじゃない、この戦力なら。なお、コニアフリーズ2機が待機してます。もしフリーズされた暁には拍手で祝いましょう。以上を守ってコニアの放送をお楽しみください。別にそういうのいいですから、まずいな。ネタバレ、攻撃が相手にヒットする瞬間にボタン押すとクリティカル出るよ。そういえば一生だけないんだな。それなんか FF8 じゃあるまいし。あのフリーズって綺麗だよね、夜空に広がる花火みたい。綺麗じゃない。まずいな、これはこれでちょっとやっちゃったかな。いやー、まずいな。まずいな、ちょっとミディアの位置がまずったな。いやー、ちょっとここからじゃ、いやー、ちょまずったな。やっちゃった、やらかしちゃった。まずい、てかミディアも狙われるんじゃないよって。12、13日は配信を休ませていただきます。はい、ハロヨンネや、はい、おいてようさん、放送の注意事項これでいいかい。まあ、だいたいそんなもんでいいと思います。はい、12、13日、ちょっと、親と旅行に行くんで、はい、一泊で、はい。なんで、配信はお休みになります。そういうことです。はい。いや、全然当たらん。そりゃ、ガチャの一気だし。まずいな、ちょっとやっちゃったかな。くるくるね。まずいな。やっぱりミディアが狙われる。まあ、これだけだったらまだいいけど。さあ、悪敵ができないことには。いやー、まずいかな、これはちょっと怖いかな、言って。おー、よかった、よかった、よかった。さーて、どうしましょうかね、ちょっと本当に。ね、こうやってさー、索敵されたやつを下がらせるっていう。扱いは可愛いから倒しちゃダメだよ。ダメです。よくもまあ、親も旅行連れてってくれるよな。沿岸には気をつけろよ。親が北朝鮮に拉致ってもらうつもりかもしれんぞ。そんなことないでしょ。言って、こっちはちょっともう下がらせないと。で、どうするかな。いやらしいな。
ちでしょう。やったやん、帝王北朝鮮に行けば確実にダイエットできるぞ。したくないですよ、言って。いやー、これじゃ削れてもね、あんまり、柳町ホテルで一泊まりですね。わかります。いや、わかんない。何ですかその柳町ホテルって何ですか。聞いたことないんですが。普通に、あ、31コミさんいらっしゃいませ。こいつめ、これを落としてほしいな、できれば。いけ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 、よしよし、落ちるでしょ、落ちるでしょ、さすがに落ち、嘘、残るの。え、何ですかその点点点って、レトロ社長さんの。リアルひじり定住事業見に行くんじゃないの。何のことですか。戦争なのよ、ね、どこにあんのそんな制定住事業なんて。北朝鮮どうやって行くんですか。負けるってのは、今思ったけど、帝王にいい稼ぎできる仕事あるよ。すごい嫌な予感がするんですが、まあ一応あるなら教えてください、本当にあれだって言うなら、北京経由で空路が一番メジャーだよ。どういうこと、何のこと、何のことですか、何がですか。これガウでしょ、これ落とした方がいいですよね、これ言って。木造船でしょ、北朝鮮の雪型だよ。何がですか。いや、知りませんよ、行きませんよ北朝鮮なんかを。ガス団子、沖縄行って市民グループとして基地反対するやつ、旅費も出るしお金も入る。知りません、いいですよ。市民グループとして基地反対するやつ、旅費も出るし、本当に、え、そんなんでお金くれんのね。基地建設反対とかって言えばいいだけ、そんなんで本当にお金入るの。あー、まずいまずい、しかもまずいな、またやっちゃった。あー、これ落とせないぞ、もったいないな。もうなんでこう、あー、くそー。いやー、やっちゃいましたね。通報しました。何をですか。なんで通報されなきゃいけないんですか、そんな。いやー、これ邪魔だな。いや、乗ってもしょうがないし、乗るかも、どうせ。いやー、でもね、これで狙われたら怖いし、海で落ちたらっていうか、モビルスーツ落とされたらシャレにならんし。いやー、ちょっと下手ですね本当に。なんか沖縄のクソゴミプロ、市民は朝鮮人ばっかだぞ。基地がどうとかじゃなく、金が欲しいだけ。いや、僕もお金欲しいから、お金もらえるな、そりゃ。いやー、ちょっと無理かな。全然当たんない、削れない。うわ、あんなもんじゃ1ターンで回復するでしょ。いやー、ちょっと見余った、アホ。いやー、そういうね、そういうタイミングでアホって言われるとすごいショック。46個目さんいらっしゃい。まずいな、3ターン目しのがれ。あ、よ、でも分散した方が削れるか。でもこのターンじゃ終われないか。あー、来た来た来た、ちょ、やめて。いや、ちょっと耐えて。まずい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 。ミレアー、もろい。何
んでミディアこんな脆いの。勝利。しかも名前付きのやつがいるじゃん。ダメだったか、わら。やっぱり。なんでプロトガンダムとガンキャノン組ませてるの？ダメなの。48コメさんいらっしゃい。ダメですか？言って。いやこれ、落ちんでしょうね。いや、どうしような、これをもう集中で。アーセイツがいたら強いよな。どうしよう、もう集中で。いや、もうこれ落とすしかないでしょ。このゲームやったことないから解説しながらやよて。いや、解説って言っても僕も初見だからね、あんまりどう解説していいかわかんないですかね。とにかく敵を倒せばいい、それだけです。敵を倒して領地を占領すればいいだけです。はい、あ、広告ありがとうございます。レイさん、あ、すごい5000ポイント なんでそんな5000ポイントとか、まあチケットだと思いますが、ありがとうございます。はい、すごいですね、5000ポイントですって。いやー、これどうしような。ナメプなんだから知ったかぶってプレイして、そんないかなくてもわかるわふざけんな。なあ、そんなこと言ったんだよ。まあ、ただだから世界観が、はい、まさこさん、あ、どうもいらっしゃいませ。世界観は、あのね、アニメの機動戦士ガンダムで、それだけ広告 P もらったんだから俺たちの入らないよ。別にいいですよ。まあ機動戦士ガンダムの1年戦争が舞台となった。ランキングが1くらいから、はい、そうでしょ。いや、2位ですよ。はい、60コムさんいらっしゃい。ちょ全然当たんない、全然当たんない。何、ちょっと、あ、落ちたよかった。いや、よかったよかった。さすがにこんだけね、名前付きのファイルとか味方にいて負けたら恥でしょ。いや、でもどうなんでしょうね、これだけの数でようやく3部隊っていうか、ああでも、もう向こうは攻める気ないみたいですね。もう向こうはなんか逃げ切る感がね満載ですから。どうしよう、落とせるかなこれ。1くらいだったのにもう圏外になってる。嫌いな板でヒーヒー言ってた頃と比べると運命の差だな。わら、ちょっと、ね、全然当たらない。私のやってるゲームのガチャと同じだな。これどうかな。ガウが落とせるかどうか。集中砲火でなんとか、いけるか。ただね、これはこれで本当に、資源っていうかね、物資がちょっと切れかかってるのが不安要素ではあるんですが、なんとかいけるかな。お、落としてくれないとちょっとこれは。ガンダムは遠距離攻撃できないからただの棒立ちになっちゃうよ。いいんですか？それは、まあ、分かってますね。本当は組み直した方がいいんですけどね。シュア何に切れかかってるの？え、何って、いや別に切れてませんが。おーおーおお、やったやった、すごいすごい、さすがさすがモビスーツ戦艦ですら
ね、言ってあの空母にどれだけやられたか。ざまあ、パチパチパチ、ね、やるじゅん。さあこれで、あでも5段目か。戦闘を中断します。やっぱ逃げ切られるかも。これでまた増援送ってこられるでしょうしね。でこっちやこっちで戦闘、あーもうダメだって、なんか投げかけてたようなそんな状況ですね。勝てるかなこれで。いや少し慣れた、はい、慣れたらサクサクいくよ。ウニさんいらっしゃい。な慣れたっていうんですかね、うまくなってるのかどうかもさっぱりですし。土台は違う、土台は空からの攻撃があれなんですよね。ね、確か土台は対空はできても、対地が、対地ができても対空ができないんですよね。ただ戦闘機がもう1機しかいないし、いやーこれもう罪ですよね言ってこの戦力差じゃ華々しく散った方がいいのか、それとも諦めるか。いやこれ無理でしょ、どう考えたって。考えたってもうどうしようもないです。リスナー様に注意事項追加、ここの生主派大手であり、時にリスナー様のコメントをスルーします。その時派帝王最低だなとコメントして構いません。初見で綺麗に勝つのは無理なゲームだから気にすんな。うん、いや綺麗じゃなくてもね、勝てる人だったらねうまく勝てるかもしれませんからね。いやーもう攻めるしかないな。撤退するのも手よ。いやでも撤退し、今からじゃ逃げ切れないでしょもう。スルーとか偉くなったな。何が、え何がは、72個目さんいらっしゃい。何僕なんかコメントスルーしました、してないでしょ。うまい人でもここは勝てない。ここ勝てないの、まあ、ここっていうかこの戦力差だったら無理でしょうかね。いやーもうダメだ。落ちろ落ちろ。いやあいつ、あなんとか勝ったか。ザク1でこれでこのざまですからね。集めてきて、これはもう反撃しようか変わらない。これも暴力。まずいんじゃないかな。行かれた。性能だけで勝てると思うなよ。
何言ってんの、そっちの方が性能いいもん乗ってて、何が性能だけで、ずるいずるい。え、今何？これで無理だな、ザクザクザク。ここは勝てそうにないし、こっちはこっちであれだし、見てはあれだけど、なんかいろいろいるし。これ落とそう、せめて、せめてもいや無理か。うわーもうよく考えたらすごいいないですね。せめてこっちの、土台だけでも落とそう。でミディアはまだ平気。でもこれももう狙わ、これがまずいのか。これはに逃げよう、せめて、逃げられ、まずいですね、包囲されてますね。逃げ道が、完全に封鎖されてますね。よくもまあ用意周到に、くそ。逃げ場を失ったということはもう無理だ。まあ、ちょっと後ろに下がるぐらいで。いやー無理だな。ああよかった。じゃあダメだ。なんでこんな食らうんだ、武装のせいですか。いやーもう戦力という呼べるものはもう何もない。くそ、うわーこうして見ると本当に絶望的ですね。
いやなんで索敵できないの。え？あれ？あ、そっか。いやもう終わりかな。もう粘る。これはちょっと無理かな。さすがに。ああ、いよいよ終わるのか。どれを潰すか。くそ。ボコボコにされてますね。はい、パンダヤローさんですか。はい、どうもいらっしゃいませ。はい、ギレの野望のジオの系譜やってます。はい、ボコボコです。やっぱりもうとっとと諦めてイージーやった方がいいのか。落ちろ落ちろ落ちろ。よし。うわすごい暗い。あーでも伸びた。問題はこっち。しないで。まずいかまずいかまずいか。いやーちょっとここからいやーもうねもうねもうもう何とか。まだあれもう1ページあった。あら、もうダメだ。さすがにもうダメだ。さすがにもうダメだ。索敵もダメだし。
いやもうダメだ、逃げ場も、あ逃げる、いや逃げても初見ならイージーくらいでちょうどいいかもな。そうなの、どうしよう、逃げる。でも逃げてもダメなんですよね、これここ占領されたらおしまいだし、うん、どの道ダメですね。あ違う、え あそこ、あでも、いやでももうあそこも占領されたらおしまいか、うん、くそどうしようもない。それならまだ一縷の望みをかけてやるっけない、逃げる逃げるしかない、勝てるか逃げ切れるか、うん、いやでも制圧されたらあれかダメかな、敵部隊に全拠点を制圧されました。あーダメかやっぱり、これ制圧されたらどうなんですか、やっぱ部隊が全滅ってことに、くそ戦闘を中断します、戦闘中断を、ああ捕らえた、将軍我が軍の秘匿回線が地を乗っ取りを受けています。どういうこと、何乗っ取りを受けてるって、ホワイトベースの攻撃で戦死したガルマザビの国境の中継像です。メガザリロックが仲間になった、おーすごい、国民の国のところ で、 すごいです、おめでとうございます、戦意の向上を図るつもりです。おう演説聞けんのかな、との死さえも戦いの道具にするとは辛い戦いだな。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。来たか、開発部の報告をご覧になりますか。来たかっていうかもう手遅れですが、うん、あガンタンク量産化が、うん、ただもう生産するね、うん、ようやく来ましたよガンダムが、うん、機体バランスの調整が功を奏し高い性能、開発部より新兵器の開発プランが提案されました。これが何 RX78 未成年を戦わせてるレビルがいうことかって思うそうですね、ハイパーバズーカ、いやーうんマンダム、どうしよう、さすがにちょっと情報があれかな、やっぱ情報は維持しないとダメなんかな、いやーここ攻められたら終わりですね、ジムがあと1ターンですが、ここも1ターン、生産するしかないですよね、言ってん、やっぱりどうなんでしょう、ジムの方が安いのかな、うわガンダム、何これガンダム、あ武装 A ってことね、ガンダムの方がでも高いんだ、あれガンダムの方が高くないですか、コストとかね強いのかもしれませんが、やっぱりジムの方がいいんじゃないですかね、言ってん、よく22ターンも頑張ったな、どうなんでしょうね、ここもいやこっちも生産しといた方がいいです、頑張ったもうなんかもう終わっていいよみたいな、なんかそんなあれですけど、いやそんなね言っても、クソ試練がない、もう攻めるのも、あもう守るしかないですかね、もうこれ、いやーこれ怖いぞこれ、オーストラリア駐留軍も北上して攻撃しないと北京攻略はきついと思う、うん、そうですか、ジムとか使ったことないわ、笑え、ジム使ったことないの、でも、そうなんだ。でももう、今更もう。こっからが反撃の始まりだから。始まるんですか、反撃が。始まるんですか、始まるとは思えないですが。言って、うん、もうダメだ。
ジムは移動適性が低いからね。低いの？だからまあ攻めるのはあれでも拠点防衛としてはそこそこ使えるってことじゃないんですか。宇宙は動かないのかな。宇宙はもう完全に制圧されました。うわ攻めてきた。とうとうインドのあそこもね、一端しのじゃジムがあれなんですが、これもどうなってる。うわ来た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 、どうしようってやつだね。ジムは防衛戦とか宇宙で使うかだな。いやー参ったね。これ機体のステータス見れば得意な地形がわかるよ。機体のステータス、あーね、あー移動ってとこ宇宙陸ガンキャノンは移動でも宇宙、あ陸、陸もでも得意ってのはどこ。得意ってのはよくわかりませんが、いやーどうしよう。これ一回引く下がる、せっかく、いやもうここまで来て、ただ物資がちょっとねえあれですけど、モビルスーツなら援軍返り討ちにできるだろう。北京落とす最後のチャンス。そうですか。ジオンに物量戦されて負けるパターンかな。字が恋の得意な地形、何も書いてないのはそこには移動できない。何も、ああはい、うん、92個目さんいらっしゃい。はい、まさに物量で負けそうです。せっかくねモビルスーツが生産できるようになったのに、これどうかな。相変わらず喋りませんね。よしよしよし、さすがさすが遊火事も、あとやだそして喋らない。いいんですか、行きますよ。あれ、そういえばセーブしてなかったな。まずいな。言って。あー、潰せないか。まずいな。土台だけ残ったのか。クソ。いやー、これ、ちょっと物資が、エネルギーが。切れそうで、いやー来る来る、うわ来る来る、すごい全然し、ドアが開いても潰すっていう、しかもミディア狙われてるし、何、しかもガンキャノンが届かない。これは良かったけど。何狙われてんの。やっぱり手を打ってドムに似てるの94個目さんいらっしゃる。ドムなんですかね。僕モビルスーツね、顔だったらザクレロとか。いやーきついな。なんで相手はあんなに治療できるのかな。はいどうも、手をの汗で作ったおかげで風が悪化したさんいらっしゃい。これね、物資がっていうかね、エネルギーが持てばいいんですが、いやーちょっと戦艦ザクレロ、わらわらゴックに似てるよ。ゴックなの。
索敵もできないしね。いやーガウだけ、ガウガウ落とすの、ガウ落とすしかないか。もうこんなとこにもいるし。ゾックじゃないの？いや違います、ゾックではないでしょう。いやこれじゃあんまり意味ないし。体型はゴックゾックで顔はザクレロなんですねそうですかね、そんな感じでいいと思います。いいんですか、行きますよ。いやー相手の攻撃が止まないな。当たって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 落ちて落ちて落ちて、よし。ふう、敵を知り。ただこれでもまだね、向こうの方が物量的には、あ一応10、勝ってはいるけど攻められる。いやーもうあれか、反撃できるの。こっちはこっちで狙われてるし、これはさすがに引かないとですよね。もう うわしかも、うわ結構多いぞ。やられはしなくても、おお結構削ってる、おお結構削ってるけど、顔したすごい顔したまだ来る、うおすげえ顔してるえしかも反撃した今すごい、どっちどっち今のね、ヤさんかめちゃくちゃっすね。これミーディアが、ミーディアが落ちたらちょっと痛いな。なんだあれ、なんだあれ、見たことない、なんだ今のユニット。もうちょっとこれはさすがに、これはさすがに高級。ファットアンクルジオン版のミデアみたいなもん。そんな初めて知りましたね。うわ結構多いな。ワコス、あれはジオン版ミデアと思えばいいよ。はい、あどうも、はい、上海さんどうもいらっしゃい。いやーこれも本当にバラしてくんな。何落とせばいいのか。邪魔なの落とすか。どこは地上からのこれは効かないんですよね。でこっちで、ただ問題はミディアをどうするか。
と。油断すると足元を救われるかもしれんな。頼む頼む頼む、ある程度削ってっていうか落として、落として落とせばさすがに向こうももう。楽勝よ。楽勝ですかね。オッケー。こっちの方が少しばかり実力が上だったようだな。さすが大尉。俺は死神じゃない。これは落とせるでしょ、さすがに言って。残すか残すか。いやーまずいかな。あ、挟まれた。今の燃料がないね。もうかなりね、もう何ターンで戦争戦闘やってるか分かりませんからね。言ってよく持った方ですよ。もう多分ね、さすがにこれはもうお疲れでしょうから、もう移動もできないでしょう多分。俺は補給ラインの効果も生かさないと辛いな。そうですね、補給ラインか。まだですよね。バッドアンクルがどんぐらいなのかな。どこを潰すか、やっぱり後ろ潰さないとダメかな。言ってバッドアンクル強いのかな。難しい。それともこっちを潰すか。粘れるかな。もうただひたすらに、まあこっちもね、一応ちょっと回復したから、燃料 10% と疲労回復3でも案外でかい。燃料 10% と疲労回復3、ちょっとそういった用細かいとかまだ全然わかんないんでごめんなさいね。わかる。いや本気ですよ。ここだけでも落とさないとね、せめてメンツが立たない。落ちろ落ちろ、落とせ落とせ落とせ。ガンダムの名は伊達じゃないってところ見せて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 。よし、あとは行け、潰せ、あと一機。よし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 。おっとせ、なんだあれ、あの青い機体何でしょう。あの青い機体よくわかんないけど、てかよく索敵なしで勝ちましたね。言ってこれ向こうも攻められないでしょさすがに。逆偵察型だね。偵察型ですか。どうもありがとうございます。
あ、逃げた、逃げたな。完全に逃げたな、でも。これを潰すことができれば、ね、なんとか。お、北京取れるか。これでね、うまく制圧できれば。これと、いやもう、索敵するしかないですよね。いや、ダメ。さすがに届かんか。3分ぐらいはできる。こっちはもうしょうがないな。ではこっちでこっちを落とす。これで倒せば制圧勝ちですよね。なんとか。他にいないですよね。他にいないですよね。さすがにこういう時にね、落としきれないのが僕なんですが。さあどうだ。さあどうだ。俺は本気なんだよ。そう、本気ね。本気で勝とうとしてんです。落とせー、いけー、落ち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 ろ。よし、問題この後、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 ここだけ、ここだけ勝てば、ここだけ勝てば北京金を。なんてお上手なんでしょう僕。あ、なによく、ここここ。あ、どんどん打ってきな。打て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 。楽勝よ。楽勝ですか。マゼラか。マゼラと。ちょっと当たってる、当たってる。落ちた。勝った？その程度の腕じゃ私を倒すのは無理だな。勝った。ほら。やった。報告します。やった。我が軍は敵特別エリアの制圧を成功しました。特別エリア制圧成功。やったー、やったか、やるじゃん。ありがとうございます。やったー、やったぞ、取ったぞ。パチパチパチ。ただ問題は、問題はなんですよね。せっかく取った特別エリアを、これはね、いや、これこそ本当に防衛戦ですね。あ、でも2体だけかね。あ、これだけだったらね、この戦闘機だけでもなんとかいけるでしょう。よしよし、これなら迎撃、できるはず。できるかな。相手なんだろうと思ったら上がいた、上がいた、上がいるじゃん。誰ですか、そんな余裕とか言ってね。ちくしょう。なあ、なあ、ああ、どうしよう。どうしよう。どっかで防衛、待機するしかない。なぜ帝王サフラグを立てるのか。スジャータが午前0時をお知らせします。あの、スジャータさん、北京の代わりに取られるな。やだ。これ生産してる、生産中のモビルスーツってどうなんですか。そのターンが低下したら増援低下できるんですか。よし、そろそろトイレ休憩しようか。じゃあまだ行きたくはないですが。いやー、ちょっと無理だこれは。ちょっとなんで、なんで、あんなに苦労して取ったのに。出てこないよ。出てこないの？消えるの？
完成してもってことですか。シナリオで重要な拠点取れば話進むんじゃなかったっけ。この作品だと来ないね。来ないの。占領されたら消滅。いやーそんなもうダメじゃん。ダメじゃん。嫌な感じですね。じっくりじっくり拠点を制圧しつつね、周りを囲って逃げ道をやらねえよって感じ。兵隊仲間の歯奪われるんだっけ。忘れちゃった。もうダメじゃん本当に。上海っていうか北京奪ったのが唯一の功績ですよ。戦闘を中断します。もうダメだ。ホワイトベースから、それ新規連からコロンボで引きこもれば入りだけはできるかも。コロンボですか。でもまたそれによって物資は底をつき、戦闘も実はこっからでも勝てる方法はある。時間かかるけど。かかる。ガルマザビ、そして青い巨星か。彼らがニュータイプ部隊でもなければ。この戦果を説明することはできんな。126、ありがとう。ニュータイプ部隊だとお考えなのでしょうか。それならばぜひもう一度ホワイトベースへの補給を許可してください。見てみたい気がします、彼らの行く末。これいい、今度送ったら死んじゃうんじゃないですかね。マチリアさんね、ねえ、多分どうなんでしょう。マチルダさんを死なせるわけないね。やっぱりいくらあれでも死ぬと分かっててね、行かせるわけにはね、行きませんから、やっぱりノーにしましょうかね。やっぱりいくら原作をね忠実にって言ってもね、いくらアニメのキャラでもね、人が死ぬのを僕は見たくないですからね、しょうがない。えっしゅ、送らなきゃホワイトベースタイガモ誕生。130個目さんいらっしゃい。あ、なんかくしゃみで、ちょっとくしゃみの反動でなんかイエス選んじゃったようですね。ではホワイトベースの補給に向かいます。あー、マチルダさん死んじゃった。ハワイ諸島の攻略が可能です。ハワイ諸島、マチルダというかホワイトベースか。ハワイ諸島、ここここっていうか、っていうか、これ、ね、茶番すんな、帝王最低だな。何が邪魔ですかね。もうどうしよう、これどうしよう、もう。機体はまた作れるけど人物はね。これ今からね、行くって言ってもね、来るって言ってもね、言って疲弊もあれだし、あーどうしよう、孤立した北京、リスナー様にご連絡、ただいま生主が明るさまな茶番を行いました。本人に代わり謝罪いたします。違います。今オデッサの戦力いくつ。オデッサってここですか。戦力見えてないですね。情報、予算投入すれば見えるかな。14ですね、部隊数。見えない、わら。14です。情報が低いのね。だってお金もったいないじゃないですかね、3。これ、ギブアップしたらダメですかね。意外と少ないね。これギブアップしたら怒ります。もうちょっと勝ち目ないでしょうからね、今から勝てる方法あるかもしれませんが、粘るべきですか、たとえあれでも。どう思います。ジャブロー上空はいくつなの。怒らないよ。怒らないですか。炎上待ったなし。全然勝てるよ。怒らないよ。軽蔑する。軽蔑するの。じゃあ頑張るしかないじゃないですか。じゃあイージーモード出しなって。
まだ大丈夫だと思う。本当に怒らんよ。ラビスタよ。ああ、どうも149個さんいらっしゃい。ちょっとこれ勝ち目ないって、桃鉄以来のセリフだな。だってね、攻める手立てがないでしょ。EG で慣れるのもありだし、なんで諦めるんだろう。勝てんのねえ、だってねえ、ガンダム作っていくべきなんですかねえ。ガンダム？ジムとガンダム、どっちがいいんでしょう。俺なら勝てる。まだまだ序盤だろ。こんばんは。そう。ペロペロペロさんいらっしゃい。ジム、ジムぐらいしかもうね、言って。もうジム作ってあれするしか、もうジムも作れないし。勝てるかどうかで言えば勝てるけどしんどい。しんどいですよね。ねえ。陸ジム。諦めるならジャブローの兵器全部廃棄しなよ。ただですね、廃棄したいけど、それでね、リスナーさんが納得してくれるのか。勝てるけど、かなり時間はかかるよ。でしょうね。サンサン。正直、ペガサスとガンダムにパイロット乗せて量産すれば勝てるわ。ペガサスとガンダムにパイロット乗せてって言っても、ここでやめたらここまでの時間無駄にすることになるんだ。いやでもイージーモードはね、解放されるし、ね、戦車もないし、いやどの道ダメだ、少なくとも。ケイフは判定敗北まで持ち込めば2部に進めるからね、わら。そうなの、ケイフは判定敗北まで持ち込めば。なんかないんすかね、ニューヨーク攻略作戦。お前にかハードモードでも生ぬるいわ。何ですか、ハードモードなんてあんのこのゲーム言って。そんな無理でしょ、ハードモードなんて。ハワイ攻略。EG でジオンから始めたら理解早いと思うよ。いやーどうかな、理解できるかな。とりあえず機体に乗ってないパイロットいるんじゃない。いや結構乗せてますよ。資源が底をつきた、わら。ねえ、乗せてないパイロット、まあちょっとはいるかもですが。ジオンは展開早いからさ。あ、いるか。どうしよう。ジムでもいいのかな。こっからはね、戦闘機。ジオンの方がやるべきこと分かりやすいかも。わら。資源がないってことは、あとは神風アタックだけか。帝王最低だな。いや、知りませんよ。積んだの？え？積んだんじゃないですかね。なんか見た感じ、いやーもう無理でしょう。あ、セーブしてね。大丈夫かな。フリーズ したりしないですかね。あー昔のゲームだから結局、舞台数多いと睨み合いになって進まないんだよね。じゃあなんですか、今だと、それだと、なんか、膠着っていうか、ならないっていうか、敵が考えて、なんかいろいろやってくるってことですか。今むしろフリーズしろとか思ってただろ。いやそんなことだ。だってもうフリーズしたらもうさすがに面倒だからギブアップしますよ。
そしたらもうさすがにギブアップでイージーモードでやり直しますよ。いやーもうこれもダメだし、もう無理でしょう。でもこれこう取られるの怖いですよね。ギブアップしたいからフリーズ期待しただろって話なんだよそうですね、そういうとこはあるかも。これどうしよう。ギブアップ矢印ギレンは封印という流れ。いやそれはない。ジャブローに200部隊いたらどこも攻めてこなかった記憶、うん、多分イージーってジャブロー占領されないと出ないぞ。だからジャブロをね空っぽにすれば簡単に攻められておしまいってことでしょう。うわーちょっとだけ残った。本当に1ミリ俺はイージーで慣れていく種の方が見たいわ。どうなんでしょうねただねイージーでもね僕勝てるって自信が全くないのが言って悩みどころなんですが、まだ。ほぼ初見で北京落とせるならいけるよ。そんなことないと思うんですが全然、だって落としたって言ってもね本当に戦術でっていうかねゴリ押しですかね、モビルスーツの。現状辛いのは初期に攻めなかったからそれだけ気をつければ大丈夫。いやだからその初期の攻め方がわからないですね。だって連邦って基本ねやっぱりガンダムっていうかモビルスーツできるまで待たなきゃいけないんじゃないですかね。っていうかまあ僕の場合、リスナー様にご連絡、そろそろ生主がトイレに行く時間となります本人の生理現象で多少時間ずれますがどうかご理解いただけることをお願いいたします。まあ僕の場合今回多分敗戦があるとしたら無駄に変なとこ攻めたっていうのが、ダメかなと思うんですが、もっと効率よく。ガンダム抹茶ダメ、ガンダム待っちゃダメガンダムがないのにどうやって勝てるっていうかね、フライマンタでどうこうできるんですか、ね、通常兵器でも序盤は戦えるよ。いやーねえ、マンタと戦車でやるんだよ。マンタと戦車でもうさ、毎度毎度トイレ行くのわかってるんだからペットボトル常備してよ。嫌ですよ。ハジェさんですか。はい、どうもいらっしゃいませ。はい、ギレンの矢もジオンの系譜やってます。フライマンタで3都市はいける。無理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 、とてもいける気がしない。いや本当に、こっちもダメだし、こっちはこっちであれだし、こういう場合、鼻
ハゲって何で俺の頭髪環境知ってるんだよ。マンタと戦車とマゼランと潜水艦でも行っていけるからな。あなたじゃないんです、あの186コムさんのことじゃなくて、マンタと戦車とマゼランと潜水艦でも生きていける。いや無理ですよ、それは熟練者だったらねあれでしょうけど、僕みたいな初見の下手くそプレイヤーじゃ。最初は相手もドップだったでしょ。でももう今ザクでしょ相手。無理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 。帝王最低だな。何とでも言ってください。はい、189コムさんいらっしゃい。もう僕にはここが限界ですわ。そろそろ今の話はしてないねえ、でもそうですか。マンタとデップロック、制圧は61式、索敵とおとりはファンファンが鉄板。ファンファン使ったことないですね。索敵とおとりか。おとりもあんまり使ってないですね。はい、なんですか、月収さんですよね。はい、いらっしゃいませってか。土台対策にはチンコット。土台対策、土台が対空できないからですね。だからそういうのがね器用にできれば僕もいいんですが。とりあえず負けてイージーでなれるのは上手になる近道。戦闘を中断します。おお、生き延びた。伸びたけど。ご指示をお願いします。こっちが聞きたいですよ。ご指示をお願いしますって本当こっちが。セイバーフィッシュとコアブースターができたら航空戦力は負けなしよ。セイバーフィッシュとコアブースター、コアブースターなんか開発すらしてないでしょ。開発した方がいいの？そのコアブースターとか4ターンあれですが。セイバーフィッシュとか全然作ってないよな。いや、セイバーフィッシュは作ってるでしょ。ああ、作ってないですね。開発はしましたが。っていうか。作る必要ないわ。そうなの。だってセイバーフィッシュって宇宙でしょ。ああ、一応あれなんだ、空っていうか空中も行けるっちゃ行けるんですね。セイバーフィッシュの方がいいのかな、それともフライマンタ。宇宙どうなってる。宇宙はもう完全に空でも使えるよ、はい、みたいですね。宇宙は完全に終わってます。あ、順調に侵略してますな。順調に侵略されてるんです。もう助けて、こっから勝てる気配がっていうか、もう無理だ。攻められる基準は機体数だから、ハルブでも数あれば大丈夫。 HLV でも数あればあって44、13、12。ただこっからね、動くに動くんですかね。ハワイを制圧するのか。お人数は圧倒的だな。ねえ、もうちょっと見えないですよね。どうやってあれしたらいいか。
ね、ここ取られるし、今度ここ狙われる、ここかね、多分こっち狙われるでしょうし、2の3の、ねえ、9、8ね、これでね、いたずらに。こっちとか行ってみるのもあり、あ、いや、ありじゃないよな。どうしたらいいんでしょうね。生産で、なんつった？いよいよはやりやすいよ。慣れたらズゴックしか作らない。慣れたら。HLV や宇宙船？攻め方がどうしてもわからない。こっからどうやったら巻き返せるのかも。帝王はアンチジオンなので、どうすりゃいいんでしょうね、これ。どうやっていけばいいのかが、さっぱり。でもこれ待ってたって意味ないですよね。攻めるべきなの。ペガサスやミディアに MS 積んで近場から攻める。ペガサスやミディアに、ミディアっていうか、ねえ、近場。こういうところ。ただね、攻めたら攻めたでね、多分こっちからとかね、強力っていうか挟まれたり。次は日本とことか。日本とこ、ここ？でも向こうからも。成功法じゃ巻き返し厳しい。ずるいて使わないと。ずるいてなんかあるの？っていうかね。違う、あー、搭載に必ずミデアかペガサスに積むのよ。はい、いや、どうすんでしたっけこれ。あ、違う、舞台か。ガンキャノン4機で守れるかな。ユーカ島はガンダムに乗せると良いよ。え、あ、え、乗せてない。ガンキャノンよりガンダムの方が。誰か、じゃあアデル、あれ、これちょっと待った。え、いや、いいのか。ああ、よかった。大事なのハッシュがこれ続けたいか終わりたいかだよ。出ないとこっちも中途半端に発言しちゃう。いや、終わりたいっていうか、主人公格は基本良い期待にね。クリアはしたいんですが、ただ僕としては別にイージーでもいいかなっていうか、イージーでないとなんか終わりが見えない気がするんでね。そこをね、ここがね、やっぱり言って。
なら資源回収して負けるのもあり。負けるの。和骨。ただそれじゃあさすがにね、リスナーさんにも納得する人はいないでしょうしね。はい、エリさんいらっしゃい。だまあやるだけやってね、負けてそれでイージーだったらまあわかるですけどね。ただこのままだと本当に自利品でしょうしね。徹底的にジオンを叩くと聞いて。はい、誰も攻めないよ。そうですかね。戦う前から負けること考えるやつがあるかよ。いや負けます、負けますよ。それなんていうんですかね、このあのすいません、あの214コミさんの負け戦を勝ち戦にしてこそのサステイだろ。そうですよ、それができれば苦労しないですか。これちょっと なんていうのかちょっとごめんなさいね。えなさんいらっしゃいませって。217コミさんもいらっしゃい。とりあえずパンと戦車作ろうぜ。パンパンって攻められるな、わら。どういうこと。佐久間との戦いを思い出せ。ある程度やり方分かっただろうからやり直すのも手よ。ある程度やり方分かっただろうかな。そう、ただそれでもイージーでも勝てるビジョンが全然見えないですね。凱旋門の奇跡再び。凱旋門は言ってるんじゃないですか。ただね、みんな攻めんなよ、困ってるだろ。いや攻められて敵でしょ。敵エリアに侵入しました。どうかな、勝てるかな。もうね、有望の換気。あ、移動できないんだ、空中だから。そういうことか。マジレスすると帝王のやりたいようにすればいいよ。俺は支持するよ、支持中だよ。マドラスは諦めた方がいいな、わら。マドラス、何ですか、マドラスって。ああ、結構ガンダムとガンキャノンで移動力違うもんですね。言ってちょっと見くびってました。そんなに差はないかなと思ったんですが。インド。ああ、もう無理でしょう。無理でしょっていうか、もうどうしようもないよ。せっかくね、北京頑張って取ったのに。帝王のせいで日本がジオンノの手に落ちてるじゃねえか。いや、もともと支持中歓迎、支持中 NG。 俺はイージーで慣れて楽しさを知ってもらいたい。ガンダムは水中も移動できるからだよ。ハワイ作戦って提案されたっけ。まだ、ただここだから落としたらでもいいんじゃないですか。別にただね、ここを制圧したとして、なんならベリーイージーでもいいんじゃね。え、ベリーイージーとか何、そんなのあんの。え、あんの、ベリーイージーとか。何、イージーのさらに下みたいなのあるんですか。うわ、来た。あ、ちょっとまずいんじゃない。まずいんじゃない、言って捨てたまんまですよ。いや大丈夫大丈夫大丈夫、これさすがになかったっけ。あった、ベリーイージーでも良いんじゃない。いや、 あるんですか。ちょっと危ない危ない危ない、やめてやめて。あるけ、あるの、どっち。他のバージョンってか、これ一応アペンドじゃなかったっけ、うん、俺ベリー知らないな。アペンド、そか、また見に来たよ。はい、どう。241コンさんいらっしゃい。なんとかね、ただこれ2部隊じゃあれかな、言って
って。パワーアップキットみたいなやつ、わら。なるほど、そういうのがあるんですか。アスマン、自分、ベリーイージーと書いたけどあるかどうか忘れたわ。あら。どうしよう。これ古いやつ？新しいやつ？ありにしてもイージーなんかで満足か？ミデアにティアンム乗せてるのが不安で仕方ないんだが、わら。なんでダメなの？普通のでもベリーイージーある。普通のでもベリーイージーあるという人もいる。これだからね、ギレンの野望、ジオンの系パーのプレステ版のやつですけど、はい、うん、いや面白そうだからバイオッカなって思っただけだが、まあ、どうなんですかね。なんかね、あのアーカイブでなんか出てるっていうか販売してるみたいなこと、誰かね、昨日ビタ買ってやったとか。引き剥ぎが生きるから無意味ではないじゃないけどね、わら。僕だっていつまでもやられっぱなしじゃないんだ。キャノン放置系？ん？キャノン？え？あれ攻撃してなかった？あれ攻撃してなかった言って。エルランとゴッツは他の指揮官の範囲邪魔するから登場させない方がいい、これイージー以下にしたら地球防衛軍は全部インペルの攻略になるよ。あ、攻めさせてなかったか。しまった。やっちゃいましたね。まずいな、これは。あ、逃げた。っていうか、向こうもさすがに。和骨？これ前の続き？はい、え、254コムさんいらっしゃい。はい、昨日の続きです。昨日見に来られたのかわかりませんが。どうしようかな。あ、補給とかできんの？ゴッツは史実通りジャブロー防衛がベターですな、わら。先にガウタをした方が良いかも。そう、そうですか。いや、でも策的。索敵失敗しちゃった。本当に？っていうか索敵失敗したんですが、これでも倒した方がいいんですか。でもディフェンスね、うん、すまん、今の取り消し指示になってたな。帝王が不甲斐ないからリスナー様が指示出してくれてるじゃないか、わら。ザクくらい一気でいける。そりゃそうですね、よく考えたら。フルボッコ、わらわら。フルボッコってことはあれでも、ただ向こうは攻めないんじゃないですか、やっぱり。索敵できないんですけどね。なんで索敵失敗するんでしょうか。ああ、ようやく。
ちるかな、問題は。ロッキー。でもさ、ミデアにガンダム積むのは怖いな。ミノフスキー巻いてるからだよ。恋と索敵失敗しやすいのよ。向こうが散布してるってことですか。ああ、なるほど。うわ、すげえ、落とした。強っ。強っ。強っ。すごい、すごい。これ逃げんじゃないですか、向こう。ね、多分。絶対後ろ下がりますよね。言って。さすがガンダム、わら。って思ったか。ビッグトレイトかならティアンムも生きるけどね。あ、攻めてきた。よしよし。戦闘を中断し。おー、中断か。もったいない。もう違う、もったいないっていうか、だからか、だから攻めた、逃げなかったのか。ティアンムなら粘る。あー。で、ここがもうダメって。戦闘は。もうどうしようもないでしょうね。全部制圧もされたし、もうここで耐え忍ぶって言っても、ねえ、こんな。現実にミノフスキーやったらイージス艦、無力化だな。ここはもうここはもう終わりでしょ。もう陥落でしょ。一ターン足りないは誰もが通る道。わら。全滅しました。もうダメだ。ご指示をお願いします。ほんとこっちが指示くださいって感じですよ。ここで落ちました。開発なんかでも開発しても作れないんですよね。どれか作った方がいいのか。ペガサス家はいらんし、ガンダムの武装とかもいらんし。水中型はいいぞ。水中型、あ、そっか。どれだ、水中型、あ、これか。そっか、そっか。そうですね、言って、海のとこ多いですからね。とはいえ。必須だな。これね。ガンダム作っての事務作りの、いやー、ただ開発投入しても意味ないかな。問題はね、ここを攻められること考えたらあれだし、ここでも今度ここ来るでしょうしね、多分。もうそれだったらね、北京移動させた方がいいような気もするんで、なんか適当にいらない機体で、いらん機体もないっていうか、あんまり戦力でもないかな。
気で頑張って。ここはなんか完全にね、なんか向こうも手薄ですけど、まあ逆に言えば攻められる気配が、あ、ここゼロだ。3の10。すまん、そろそろ寝るわ。はい、おやすみなさい。あ、戻りかつさん、おやすみなさい。はい。どうしようもないというか、もうあのね、モビルスーツ部隊が頑張るしかないんですが。ジャブローは期待多いのね。まあだから、ジャブローね、攻められたらおしまいですし。ジャブロだけはね、本当に最後の最後ですからね。いや、本当はね、ジャブロね、とっとと、どうぞどうぞって譲って、EC モードね、変え、差し示してすまんな。熱くなっちまった。ね、ちょっと、不甲斐ないあれで、申し訳ない。いやー、どうしよう。攻める方法が分かんないですよね。まあいいや、これ絶対増援来るでしょうしね。指示は指示を覚えました、野々村議員。違います。誰が指示しても同じや同じや思てー。いや、そうですけど、来るでしょうね、絶対。戦闘を再開。いや、来てない、来てない。おやおや、援護は来てない。お、ジオンは日本を見捨てた。ジオンは日本はいらないと、そういうことですか。判断したんですか。ジオングにとって、ただいま生主がふざけてリスナー様に不快な思いをさせたこと、深くお詫び申し上げます。何が僕がそんな不快なこと しましたっけ。よし、ジオンは日本いらないってさ、日本を放棄すると。じゃあ僕が ありがたく日本を制圧しましょう。これは今度こそ落ちるでしょう。あ、でも、名前付きだ。ニムバス、誰だ。え、ニムバスって誰。ちょっと待ってよ。あと、ね、資源も、まあ、エネルギーとか、大丈夫か。まあ、大丈夫でしょう。まあ、さすがに攻めに行くのはちょっと怖いですけど。戦慄のブルーに出てきたキャラ。ああ、あれか。どうもありがとうございます。ああ、いましたね。そこか。なんで空母なんかに乗ってるのか知りませんが、イフリート新たのパイロット、ね、そうそう、イフリート。でも、いや、落ちないでしょうね、さすがに名前付きじゃ。レッドショルダーっぽい。あ、でも落ちた。お、すごい。すごい、すごい。やっぱり、なんだかんだ言って、やっぱ、ユーカ島すごいのかな勝った。敵部隊の殲滅に成功しました。よし、我が軍の勝利です。よし、少しずつだが、少しずつだけど、反撃ののろしが上がっているのかな。うん。ちょっと、気が良くなったところで。補給隊より報告します。おや、なんだ。ホワイトベースは再びランバラル隊と交戦し、これを退けることに成功しました。おお、すごい。また
ガンダム3機の火力は高いぞ。わら。ランバラルが戦死したようです。あ、死んだ。死ぬんだ。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。これはなんだ。開発部の報告をご覧になりますか。はい。コアブースターか。使い道があるかわかりませんが。諜報部より敵軍事技術の奪取に成功したと報告がありました。ほうほう。でまあちょっとあれなんですいません、あのとトイレお願、ね、いすいません行きますんでちょっとお待ちください。休憩です。はい、マイク切りますんで失礼。宇宙専用機内の火連砲。ちょ。ドム出てきたら辛いだろうな。野望のあるある。地球は赤かった。ああ、はい、すいません、お待たせしました。再開します。ドム出てきたら辛いだろうなって、そんなにドムってすごいのっていうか、地温でやったら史実避ければキャラ死亡回避、慣れたら史実でホワイトベース確保。地温でやったら史実避ければキャラ方法、大体チーズでホワイトベース確保。確保ってどういうことですかね。まあ捕まえるってこと。いやー、さーてとどうしたものか。でもこれだけじゃね、さすがにここは落ちないでしょうね。ガウとかダブデ、ダブデってなんだ、てか空中、水中でしょうからね、言ってほとんど。ここだってどうしよう。とりあえずまずやっぱりハワイは、ジオンはイベントでキャラ減っていくからな。あー、なるほどね。本作戦の実施により、現在まで攻略が困難であったハワイ諸島の攻略が可能となる。これより我が軍はハワイ攻略作戦を開始。ガンダム3機で行ける。ダブでは地上戦艦かな。太平洋中央部ハワイ諸島。本当。ちょっとね。この人はちょっとなんか弱そうっていうかあれですかな。誰か、やっぱヤザンかな。格闘が高い方がね、やっぱ有利でしょうからね。パイロット変えよう。ね、多分。ヤザン強い。ヤザンを多分ね、ガンダムに乗せた方が。ヤザンガンダムは強い。誰か、この人はあんまり強そうじゃないですよね。こっちのがまだ頑張ってるし、
でガンキャノンだよ。連邦はパイロットがいまいち。パイロットがいまいちっていうか、パイロットの絶対数が少なすぎますよね。ね、これでもう行っちゃっていいんですか。その、これでハワイ。で、さすがにここからもね、まずいでしょうし。どうしよう。ガンキャノンとミディア一気で、移動させて。でもね、ここがそしたら日本のモル部隊はいるよ。 いるの？いるの、うん、だから今派遣しましたよ。でここで、自衛隊を買う。自衛隊落ちるんですかっていうか、ね、あれちょっと待って、ガンキャノン、ああ3機あって、ああよかった、1機余ってるのか。ここに配属で、これしかもう僕には希望がないですからね。このガンダム部隊がなんとか本当に制圧して戦線をなんとかしてくれることを期待するしかないですからね。あとはジャブルをなんとかしのいで。いやーきついな、本当にきついな。これして勝てんのかな。ねえ、本当はどうなんでしょうね。いやでもね、アムロとかカイとか、いやでもアムロだけですよね、うん、ホワイトベースも戦力って言えそうなのは、うん、これで敵もどう来るか。さすがにハワイは向こうもね、防衛守りに来るでしょうかね。ハワイも捨てるのかな。クラウ、防衛外は強いよ。そうですか。296個目さんいらっしゃいっていうか、むしろフラウボーって使えんの。いや使えないでしょさすがにね。言ってオペレーターでしょフラウってね。ガンダム6機くらいの部隊で駆け回ると敵の数減らせるよ。ガンダム6機くらいの部隊で駆け回ると、なるほどね。モビルスーツに乗せて使える。え、本当に、そうなんだ。フラウが、いいかも。クリアできそう。え、299個の際いらっしゃい。どうでしょうね、クリアできるんですかね。モビルスーツ6機でどこまでやれるか分かりませんが、なんでしょう。いやでも空母、これ土台どっちだ、ガウかな、これは土台でしょ。でもガウが3機にザク6機、まあ一斉に来られなければ大丈夫とは思いたいんですが、来るかなやっぱり。あ、防衛してる。この戦力に恐れをなしてる相手も。
だ。海とか行けるんですね。ミディアごと落ちたら受ける、ね、確かにね、不用意に近づくと怖いですよね。一気に来そうですからね。本当に注意して進まないと。いや、怖いよ。でも増援が来そうなのが怖いし、来ない。賢いですね、向こうも言って。散布しとこう。え、ああはい、ああそっか、あどうもありがとうございます。そっか、そう言ってもあんのか。まだ水泳部はおらんのか。水泳部ってジム、アクアジムですか。今一応開発できるようにはしてるんだよ。いやでもここだと来るでしょうけど、怖いかな、ここだと。落ちるかな、言ってさすがに、そこダメダメでしょうね。ちゃう、敵のジオンスイーブ。敵のジオンスイーブ、何ですかそれ。あ、ズゴクとかですか。ゴクとか来るのかな。占領できなくなる。ああ、そういうことか。でも多分ね、このフェーズで向こうが来るでしょう。ほら、うおー、まずい、まずいぞ。これ言ってまずいんじゃない、ちょっとまずいんじゃない、ちょっと。クーボ、ちゃ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 、危ない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 。空母先の方がいいんですかね、やっぱり。プロトって水は入れるの？ディアンムじゃなかったら落ちてた。大丈夫です、ね。ディアンムのおかげ。ねえ。あ、そっか、索敵もしなきゃなんないのか。最低の適性はあるよプロト。うわ、まずいな。ちょっとさすがに下がらざるを得ないでしょうし、まずいな。索敵なしで大丈夫かな。これでなんとかするしかない。落として落として、言って歴史のパイロットだったら索敵ぐらいしてなくても。悪もしておけよ、手加減はせんからな。頑張って。キャノンで索敵できるで。土台に集中しすぎ。土台に集中しすぎ。だって今のってガウでしょ。違うの？え？どういうこと？おう。あ、ガウか。攻撃外しすぎ問題。あの。グフグフグフかよ。でもこれ、いや、まずいかな。さすがに落ちますかね、これだけ。集中砲火浴びたら。
どうしよう。落とすか。いや、これ生き延びてもあれでしょうし。やれ、やってしまえ。僕だっていつまでもやられっぱなしじゃない。いや、結構怖いか。一撃は覚悟。よし、よし、しのいだ。すごいすごい、言ってよ。おお、これなら空母落とせるでしょ。いや、これ制圧した方がいいかな、言って。隊列直そう。制圧するか。本的にパイロット乗せてや大丈夫って役じゃないのか。制圧は大事。制圧した方がいいんですかね。ただライン確保できるから制圧はあり。制圧しといた方がいい。防御も上がるし。これ一機だけ制圧に回して、あと攻撃にした方がいいですかね。やっぱり分隊分ね、分断して一機だけでここ制圧して、でこのターンは敵を倒すことにあれした方がいいですよね。言って、そこは好み。好みですか。いや、ちょっと怖いな。まだ回復してないし。いや、結構しんどいぞこれ。結構数多いっすね、言って。ガウモ、あー、またこいつ乗ってる。これさっきやっつけたでしょ。なんでまた乗ってんの。落ちない自信あるなら分けてもいい。落ちない自信っていうか、いや、これ消さないとまずいでしょ。ガウ落とせばなんとかなるかな。だってね、索敵もできないし。だってこっからじゃねえ、ガウ、とりあえず索敵。索敵？モビルスーツってあ、ミーシャか、名前付きか。いや、これ落とすべきでしょう。これしかないでしょう。なぜよう思ったんだけど。はい、何ですか。戦闘の恐ろしさを教えてやるよ。よし、
和骨です。ジークジオン。はい、どうも猫の神さん、いらっしゃい。戦場ではビビった者が死ぬんだ、覚えておけ。結局指示多めになってて従ってない。でもね、もうクリアできる見込みないですからね言ってってかね、指示もらってても勝てるような気がしないんだよ。あ、来るか。さすがにこれ暴力でしょ。ここはまあいいにしても、連邦が滅びるとこが見たいです。いやでね、ギブアップしろってこと。あ、うん、いや落ちない、ね、ベリージーでも自力の方がいいかもな。ベリージーってあるんですか、本当に。まあ別に帝王がそれでいいならいいけど。戦闘を中断し、指示って歌手が聞いてるからね。そうですね。ああ、え、今度どこ。あ、ここ、確かもう捨てたんでしたって、うん、ねえ、どっから、どっから来てる。3機と、うん、これだけだったら、うん、聞かれたから答えたのに指示言われてもな。ねえ、そうですよね。な、おう、向こうも取りに行ってる。そうはさせじ。帝王くん、これは諦めないで頑張ってるってことでいいのかい？はい、諦めてないで頑張ってるじゃないですか。なんだこれ、どっちだ。諦めないで。だから諦めてないでしょ。したやつが最高指揮官とかおかしいだろ。さあ、そこは僕に聞かれてもわかりませんが。レビルを弱い機体に搭乗させて負けたらすぐゲームオーバーやで。階級の都合そこはしゃあない。ゴップ総大将とか無理だから笑。そうなの。いやだからそういうわざと負けるのはね、ちょっとさすがにそれはやりたくないなって、うん、ね、ちゃんとやれることやって
全力でぶつかって負けたらそれでいいじゃしょうがないですけど、まあ、とりあえずね、まだ一応戦力が一応ね残っている状況ですから、まあその上でね、なんとか、さすがに無理か。暴力。落ちた。終わった。まあここは捨ててたからいいんです。いいの。部隊が全滅しました。我が軍の敗北です。ご指示をお願いします。本当お願いしますですよね。やっぱり今はここでしょうね。ガンダムガンガン作って。まあ、あとはジムで。ここは0。うわ、10。うわー、なんかね、いかにも準備を少しずつ、低下14、まあ上回ってれば落ちはしないでしょう。誰かいるかな。ジムでもいいですよね。コアブースターの隣まで侵入できるで。え？どういうこと？隣まで侵入？まあどのみち、ね、このターンはもうお金と資源が尽きたんで、どうすんのかな向こうは。まあ裏技みたいなもんだな。裏技ですか。さすがに送ってくるかな。
隣の戦闘中のエリアの兵器霊の隣まで侵入できて自軍になる。どういうこと？隣の戦闘中のエリアの兵器霊のところまで侵入できて。戦闘を再開します。ちょっとあまりごめんなさいね、おバカなもんで。どうしような。これはさすがに落とさないとでしょう。ちょっと難しいかもですが、ちょっと説明下手やな、ごめん。わら、いやいや、いいです、僕が分かってないだけですから。あ、なんかいるのか、ここに。変なのがいるのか、ここに。敵は前線以外には兵を置かないので、ゴニョゴニョなんだ。まあ、うまくあれすれば、制圧とかできるってことでしょうけど。いや、これは、粘るしかないでしょう。まだガウがただそれでも一機いるんですよね。まあ、ガウとこの辺落とせばあれですけど、なんか潜水艦もいるし、もうきついんじゃないかな結構。どうかな。覚悟しておけよ、手加減はせんからな。いけいけいけ、よし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 。いや、やっぱ強いですね。こっちの方が少しばかり実力を上回ったようだ。ワンタイメントチャーシュー飯とザーサイ盛り食ってきた。レバサさんいらっしゃい。こんな時間にってか、ガンダムできたの？ガンダム、はい、できましたよ。うん、あ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 、ちょちょちょ、なに、あの、南東の何、あれ聞いてないっすよ。聞いてませんよ。聞いてないよ、南東の方のあの舞台。ねえ。ちょっとミディアが狙われてしちゃう。ちょっと。なんとかしのいだ。よしよし。しのいだ。ねえ、もうちょっとやめてって。南西では？うん、あ、ごめんなさい。350個目さんいらっしゃい。僕何とって言いましたかね、ごめんなさい、男性ですね、失礼。しかも何、もうちょっと帝王派方角がわかるのかすごいな。分かってませんよ。ちょっとこれはどういけるのこいつ。届くには届くか、しょうがないですよね。怖いかな、後ろの。これどうしようね。分散させるか。ガンダム言うからもう5分でクリアだろ。ライン作らないと燃料切れて負ける。ああ。でもね、どうやってあれしたらいいのか。またガウ、しかもギニアスサハリンとか、なんでこんなのが来てんの、なんでこんな、そこまで日本って大事じゃないね、ハワイって大事ですかっていうか。いやー、これどうやってあれしようかな。ちょっとね、迷いますよね。プロトで潜水艦を攻撃するしかないか。潜水艦ってこれ
あ、マトアングラーか。まずいな。てか攻撃できません残念ながら。あ、それで補給を狙ってんのか。え、マトアングラーって攻撃できないの？それで補給があれしようってあれか。いやらしいな。まずい。補給せ、ずるくない？そんな。てかもう、ダメじゃないですか。潜水艦めっちゃ搭載してる。こっち、これねえ、5機とか。もうダメじゃん、これ。どうすりゃいいんだ。とりあえずもうしょうがないよ。やばそうなやつから倒す。これどうしたらいいんでしょう。ガンズミ、わら。ねえ。ダメでしょ。攻撃できないんですよね。無理でしょ。いや、もう落とすしかないよ。何落とす？空母落とすしかないですよね。あー、もうダメだ。増援も無理だし、完全に物量で負けてる。誰ですか、ガンダム。バラすのもありかな。バラすな。なるほどね。戦闘の恐ろしさを。多分水適性あると思うけど、水中にいないと攻撃できない。誰のこと？ガンダム。ああ、そういうことか。うわ、強い強い、ほんと強い。ただね、ちょっともう、いやー、いやらしいな。補給を断つとかそういうことして勝って嬉しいんですかね。っていうか、おお、いやー、大丈夫かな。いや、ダメかな。残って残って残って、ダメだ。うわー、これまずいんじゃない。言ってよ。ちょよくも、どこにそんな力があるというのだ。死ぬかねえ。本当になんでそんな物量があって。チャンス、右下占領しよう。右下、届きますかね。右下空いてるよ。うん、いや、それはいいんですが。届きませんね。言ってその前に、うん、そしてライン維持、うん、届きません。問題は、ちょっと待って、俺ガンダムだけでもダメ、バーニングだけでもダメ、プロトだけでも、三角はちょっと無理っぽいですね。いやー、落とすしかないでしょ、とりあえず。ちょっとずつ進行しなよ。はい、でも、この落ち、燃料切れると占領できないよ。そうなの？
粋なガンキャノンを言ってよ。いやー、きついきつい。1回分の戦闘くらいの燃料使う。そんな使うの？ミデアで青線引かなかったのも謎だな。いや、もうダメだ。あんまり線の大事さが分かってないんですよ。お前のことが嫌いだったんだよ。知らないですよ。何ですか、いきなり366個目さんいらっしゃい。もう完全にダメですね。もういや、ただこれもね、言って逃げ切れるかですし。終わりだよ。終わり。終わりですか。お眠？え、いや別に眠くはないですが。一マスも進めなかったのは反省した方がいい。そうなの。いや。諦めたわ。反省だけなら猿でもできる。反省っていうか、どこが悪かったのか、いまいち。いいセリフだな、わら。やっぱ向いてないんですかね、このゲーム、僕には。うわぁ。来たーっていうか、まずい。良いお言葉だわ。そうですか。いやーもうまずいまずいってか、これまずいんじゃない？まずい。ミディアが落ちる。ミディア落ちたガンダムさんって、いやさすがにこれ落ちたらもうちょっとギブアップします。もう無理です。嫌いじゃないなら向いてないはないだろうな。いや向いてない。いやもう好きと、だって下手の横突きってね、ことわざがあるんですからね。好きだからって向いてる向いてないは違う、あるでしょ。慣れてないんだよ。慣れでどこでもないと思うんですが。ああ残ったけど、残ったけど。めっちゃ避けるんだな。もうでももうどうしようもないでしょうね。もう。無理でしょう。いやーもう無理だ。もう無理だ。無理だ。逃げるしかない。いやーこっちもこっちで無理だし。燃料きついのに弱い。一気にガンダム3機当ててるのは慣れてない証拠。燃料きついのに弱い。一気にガンダム弱い気ってか、弱いやつには3機当ててないでしょ。だって空母、あれ空母でしたから。いいんですか。行きますよ。
空母の後、空母の後、いや、わかんないっす。敗北という事実を、うわ、マンタ、マンタ、ガンダムみたいな編成で重要ユニットを守る。ですね、実力不足でした。あ、戦闘を中断し、いやーもう無理でしょうこれは。補給隊より報告します。ホワイトベースはランバラル隊の残党と交戦し、これを撃破することに成功しました。しかし残念なことに、ガンタンクのパイロットリュウ・ホセイが戦死しました。このような悲劇を繰り返さないために、この戦いを終わらせねばなりません。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発、何が終わったの？あ、ジムか。なるほど、空のやつを一番前に入れれば陸のやつは攻撃されないってことか。よくできたゲームだな。空のやつ一番前に入れれば陸のやつは、いう程度でランバラル隊と比較できるか。いやいや、そう言っても、ちょっとこれはもうお手上げないですか。さすがに、落ちるでしょ、あのミディアも。いやもうちょっと無理でしょこれは。さすがにガンダム落ちてあれじゃ自利品でしょうし。帝王さんならここから逆転できるだろう。無理、もう無理無理だ、もうもう言って無理です。さすがにこっからはさすがにもう無理。もうここ落とされたらもう攻める戦力もないし、もうギブアップしていいですかね。ちょっとイージーモードか、本当にベリーイージーでないと僕勝てそうにない気がするんですが、ちょっとこれはさすがに、ちょっと手に負えないでしょう。全部解体してベリージーだな。全部解体ですか？そしたらできんですか？ベリーイージーって本当にできんです？ちょっと検索していいですか？ベリーイージーなんて本当にあるんですかね？あるのかな。イージーでいいやろ。僕じゃベリージモード。ジャブローを制圧されないとダメ。ベリージモードはありますか。あるのどうやって出すのですか。っていうか、難易度これか。
ああ、これか。連邦ジオン一部のどちらかで完全敗北。本拠地を占領される。ちょっと無理でしょ。まあ、これでちょっとベリーイージーでやって、ベリーイージークリアできたら、ね、イージーとか、まあ、さすがにベリーイージーで、ね、クリアして終わりじゃさすがにちょっとあれでしょうから、まあ、ちょっとちょっとギブアップしますちょっともう勝てるかどうでも勝てるかなこっから立て直せるっていう自信もないしハキハキ廃棄ですか。全部入ってコンタクトがまぶたの裏行って大変だった。あらまあ、うわ結構廃棄したら結構な資源になるんですね。言ってよ。これ全部廃棄でいいんですか？他も。イージーでジオンからやるといいよ。ジオンからいや、なんかジオン、なんかジオンの方が難しそうというか、きつそうというか。ジャブロー以外は放置で OK。 ジャブロー以外は放置で OK。 じゃあもう空でいいのかな。メビル将軍、ジャブロー総司令部が。条件がジャブロー疾患だから他は残っていいからね。あ、うわすごい、連邦軍改善地球連邦軍総司令本部ジャブローはついに陥落した。これはこれで一つの江戸だし、残された道は全面降伏しかなく、約80年にわたり地球を管理してきた連邦政府は失われようとしていた。一つの時代は終わりを告げ、歴史は新たなる時代の幕を開けるのである。お、ギレンの野望達成したじゃん。クリアだね、やったね。そうですね、ギレンが野望達成しましたね。でも僕の目的はギレンの野望を潰すことなんだよね。あ、この負け犬が。負け犬です。もう無理。これもクリアには違いない。クリア、いやさすがにこれでやめたらさすがに大品種。クリアをね。クリアじゃないです。いやこれで終わっていいならいいんですけど、さすがにこれで終わりはダメでしょ。勝てるのかな本当に。次はジオンでやるの？いやもう一回 ね、だってせっかくね、あれしたの、またジオンでやってか、ね、あれしたら覚え直しとかもあるんじゃないんですか。うん、セーブしますか。はい、うん。これで選択できるんですかね。終わって20分フリートークでもいいよ。終わって20分フリートーク、トークの内容はないですよ。ああベリーイージーイージー、すごいですね。難易度やっぱりハード、ベリーハードもあるし、これで勝てんのかな。
ベリーイージーでジオンボコルベ。ボコれんの本当に。ただいね、今や、まあここで今日。戦闘なら開発費倍入れてガンダム速攻作ろう。それはできま、まあやりますが、これで勝てるかな、自信がない。もう申し訳ないですが、今日はここで終わります。ベリージュは明日から、はい、やり直しますんで、ちょっとすいませんが、今日はここで終わりにさせていただきますね。